こんばんは、かなたです。今日はですね、僕の生い立ちを写真とともに見ていこうです。見ている方でね、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、僕はもともと女子で生まれて、現在性別変更して男子として生きております。なので、生まれた時は女の子だったんですよね。性別変更したのが24歳から25歳ぐらいの時だったんで、20年近く青春時代は女子として生きてきてるわけですよ。って言うても、今の姿でみんなと出会ってるから、昔ほんまに女子やったんっていうコメントとかね、かなたくん元女子やったっていうことを忘れてたわみたいなコメントとかたくさんいただくんですよ。本当にそれはめちゃめちゃ嬉しいし、僕もそう思ってもらえるのが一番だと思うんですよ。あー、こいつ元女子やった、そういえばぐらいでいいと思ってるんですけど、でもね、女子として生きてきたっていうことは僕の紛れもない事実だし、一つの個性だとは思ってるんで、僕のね、青春時代、学生時代ですよね、全部女子で過ごしてるから、それをね、皆さんにも見ていただけたらと思います。昔の写真さ、何度か動画とかツイッターとかインスタとかで載せてるんやけど、僕振り幅がすごいね。どういうことかというと、見た目の変化がすごいんよね。その変化もね、一緒に楽しんでもらえたらなと思います。生まれた時はね、こんな感じでした。自分で言うのもあれやけど、幼少期はめちゃめちゃ可愛いね。ピアノの発表会の時の写真ですね。まだこの時はね、バリバリスカート履いてましたね。この時期でもあんまりスカートは好きじゃなかった。こういうピアノの発表会とかって、みんなね、可愛いスカートとか履いてくるから、おばあちゃんとかお母さんとかが買ってくれた服を着てましたね。小学生、小学校5年生ぐらいの写真です。もういきなりどうしたって感じよね、これ。片っぽ目つぶって持ってるしな。小学生に入りましてね、僕いきなり目が悪くなったんですよ。で、メガネ生活になって、でそれプラス超太りました。身長も結構大きくて、成長早かった方やねんけど、まあ横にも成長しましてね、この貫禄小5で出せるっていうぐらいの貫禄ですよね。これも同時期ぐらいの写真ですね。これ見たことある人おるんちゃうかな。どうしたんって感じ、これ。眉毛もすごいし、二重顎もすごいし、髪の毛もどうしたんって感じやし、もう今でもこれ見たら笑っちゃう。この時期はめちゃめちゃ絵を描くのが好きな子でした。ワンピースとか犬夜叉とかルローニケンシンとかブリーチにダダハマりしてた時で、ずっと漫画読んでたし、ずっと絵描いてたね。月のお小遣いを全部漫画に使ってた小学校時代でした。この見た目やからね、クラスの女の子と仲良くなられへんかったので。クラスの女の子たちって普通に色気づいてきてんねん。可愛い服着てみたりってしてんのに、僕チェック柄やで。そら仲良くなられへんわ。中学生、入学式の時の写真ですね。こんな感じでした。小学校の時に比べたら背が伸びた分ちょっと細くなった気がするよね。僕が中学校入学した年って、みんなね、紺足、黒い靴下と黒い靴を履いて来てたわけやのに、僕真っ白いハイソックス履いて真っ白いスニーカーで行ってさ、やっべ浮いてるって思った記憶があります。で、僕中学校はソフトボール部に入りました。その時の写真がこちらです。ポジションがキャッチャーで、キャプテンもやらせていただいておりました。うちの学校はね、結構地域でも強い方で、大会とかでも上位に食い込む学校でしたね。毎日毎日本当に部活漬けやったし、部活生イコール頭悪いみたいなイメージをつけられがちじゃないですか。そのイメージがどうしても嫌で、テストは5教科合わせて400点を絶対取ろうと思って、で頑張ってましたね。部活行って帰り田んぼで帰る、捕まえて帰るっていうのが僕のルーティーンでしたね。中学校の時の修学旅行の写真ですね。女子っぽい格好とかは好きじゃなくて、普段の私服はこういう感じでしたね。この写真をポヨに見せたら、今のかなたに近いよって言われて、あ、そうなんやとは思いましたね。あとね、皆さんお気づきでしょうか、僕中学校に入って痩せました。これすごい痩せたと思わん？部活のおかげもあって痩せたんですよね。中学校時代はね、こんな感じでしたね。高校生に入ると僕はこんな感じになります。いきなりめちゃめちゃ変わるやんって思った方すごい多いんじゃないかなと思うんですけど、性別の違和感に完全に気づいたのが高校生、この時期だったんですよね。自分の恋愛対象が女の子だっていう風に気づいて、自分の気持ちが男なんだっていう風にだんだん気づき始める時ですね。それに気づいてしまったがゆえのこの写真なんですよ。どういうことって思う方もいると思うんですけど、気づいてしまって僕は変なんだって思ったんですよ。周りと違うことは変なことだ、周りに合わせなきゃいけない、女の子として
てちゃんとしなきゃいけないって思ったんですよね。で、あと自分が人と違うことを悟られたくなかったんですよ。なのでちょっと女の子っぽくして生活をしていました。ほんまに髪の毛伸ばすのとかすごい嫌やってんけど、それよりも周りと違うことが怖かったし、周りに否定されるのがすごく怖かった。今思うとね、堂々と生きればよかったのになとは思うけど、当時は無理やったね。この写真は見たことある人も多いかも。僕高校時代はハンドボール部に入っておりました。高校時代のハンドボールも割と強くてですね、昨日の動画でもちょっと話したんやけど、ポジションはゴールキーパーやってんけど、ありがたいことにですね、大阪のね選抜に選んでもらったりして試合に出させてもらったこともありました。本当に今思うとすごい頑張ってたなと思う。ほんまに中高は部活に生きてました。スポーツ少女だったなと思うね。高校時代もね、やっぱりね、運動部イコールバカなんですよね。なんなんあの文化って思うんやけど、クラスの前のやつに、お前どうせ今回も勝てんなんやろとか言われて、あ、勝てんってお前決めつけんなよとか思ってさ、クラスで10位以内に入ってやろうと思って、勉強も頑張った。でも、僕ね、今もそうやねんけど、忘れ物がひどいんよ。内申点ってあるやん。提出物とかめっちゃ関係してくるやん。提出物めちゃめちゃ家に忘れんねん。忘れるたびにですね、お父さんがいつも届けてくれました。本当にあの時は迷惑かけたなと思ってます。うちのお父さんはね、なんだかんだすごい優しい人なんですよね。それに甘えて僕は生きてました。中高の学生時代、心残りがあるのは、男子の制服を着て学校に行きたかった。そして、彼女を作って制服デートというものがしてみたかった。別に戻りたいとは思わんけど、そういうねことをしてみたかったと思いますよ。はい。大学生、大学1年生の時の写真です。いや、もうどうしたって感じでしょ。あれさっきの子どこ行ったんっていうぐらいの写真やね。受験勉強を経てもうめちゃめちゃ食いまくってこの体型になりましたね。この写真でわかると思う。結構胸あるんよね。でもね、僕この当時ほんまに自分で太ってると思ってなくて、むしろねイケてると思ってたんですよね。大阪芸術大学の映像学科に入学したんですけど、それと同時に大阪芸大の女子野球部に所属しまして、大学4年間野球をやっておりました。当時の写真がねこちらです。痩せました。髪の毛も染めましたね。もう一枚野球部の時の写真をどうぞ。先輩が街中でユニフォーム写真の人を撮るっていう作品を撮ってたのかな。それでこの写真を撮ってもらいました。この写真を見てお気づきの方もいると思うんですけど、もう結構僕髪の毛を切って割と今の状態に近づいてきてるんですよ。なんでかというと、大学に入ってですね、自分が性同一性障害、体は女だけど心は男なんだよっていうことを周りにカミングアウトすることができました。大学時代の周りの人のおかげで本当に僕は自分らしく生きていいんだっていうことを教えてもらいましたね。この間ね、動画に出ていただいた先輩たちにも本当にお世話になりました。僕がカミングアウトしてもね、変わらずすごい仲良くしてくれて、当時はね声とか高かったし、体は女だったんやけど男性として扱ってくれてたんで、本当にね大学時代は生きやすかったです。でも両親にはカミングアウトできなかったんですよ。成人式を振り袖で出ることになりまして、その写真がこちらです。この前日マジで大変だったんですよ。振り袖が着るのが嫌で嫌で、学校で泣いちゃったんですよね、僕。何枚か大学時代の写真もお見せしたいと思います。本当にね、僕調子乗ってたんですよ、大学時代。芸大生っぽいねって思ってくれたら嬉しいなっていう写真なんですけど。髪型どないしたんって思うでしょ。バンドマンみたいなね髪型にして、僕当時本当にピアスが好きだったんで、ピアスもねすごいつけてましたね。大学時代の写真をね先輩たちが結構送ってくれたんでいっぱいあるんで、また大学時代だけでも紹介しても面白いかもしれないね。大学の4年間の振り幅もすごいんよね。僕大学卒業後もう今とほぼ変わんないですよね、多分ね。僕卒業してすぐにホルモン注射を打ち始めて、女性から男性になるための治療を始めたんで、この頃はね声も低くなってたし、胸ももう取ってるんじゃないかな、この時は。この後はねもう性別変更してからなので、皆さん僕のことを何かしら見たことがあるんじゃないかなとは思ってるので、昔の写真の振り返りはここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。まあちょっとね色々思い出話と共にしましたけど、
僕今28でまだ28年しか生きてないんですけど、いろいろ経験してきて思うのが、本当に人に助けられて生きてるなと思うことですね。僕自身性別のことでものすごく悩んだんですよね。今となってはもう一つの個性だし、元女子だっていうことも何の恥じらいもないんですけど、当時はすごく恥ずかしかったし、人に言えば言えない秘密だと思ってたから、重いものを勝手に背負ってたんですよね。重たい荷物をみんながこう大丈夫だよって、そんな一人で持たなくていいんだよって言って持ってくれた人たちがたくさん周りにはいて、動画に出てくれてる先輩だったりとか両親もそうですし、今僕の周りでこう直接で支えてくれてる人だったりとか、僕の人生の分岐点で支えてくれた人だったりとか、たくさんの人に恵まれて、たくさんの人に支えてもらってるなと思うので、本当にそういう人たちを大事にできる人でありたいなと思っております。本当に毎日が今幸せなんですよね。本当に心から笑えてる。毎日好きな時間に起きて、毎日好きな時にご飯を食べてみたいなさ、こんな生活当たり前だけど、当たり前っていつ終わるのか分かんないし、本当に幸せだなと感じさせてくれてるこの環境に本当に感謝しております。いつもね見てくださってる皆さんにも本当に感謝しております。いつも僕の日常を見守っていただいて、応援していただいて本当にありがとうございます。最後ちょっと真面目な話をしてしまいましたが、僕の過去の写真を一緒に振り返っていただきありがとうございました。また面白い写真がねいくつか発掘できたら、それも動画でご紹介したいと思います。ではまた明日の動画でお会いしましょう。